ナイル少佐、インターポールの方がお見えです。インターポール、チュンリーです。何か？シャドルの合同捜査について打ち合わせに来たのですが。ベガは俺が倒す。どういう意味かしら？ベガを倒すのに応援はいらないってことさ。ガイル少佐、軍の決定ですよ。ベガを倒しゃいいんだろう。お互い頑張ろうぜ。お待ちしておりました。早く見せろ。はい、これが新たに開発した最新型サイボーグです。従来のモニターサイボーグに装甲を施し、戦闘能力を身につけさせました。そして超高性能コンピューターを搭載させ、サーチした格闘家の運動パターンをデータ化して記憶再現することが可能です。ただ高性能ゆえ制作に時間がかかるのが欠点でして、とりあえず完成したこの一体をぜひお試しください。なかなか面白い。早速他のサイボーグ同様、世界各地の格闘家のもとに向かわせよう。そいつの成長次第によってはシャドルの幹部クラスの地位を与えてやっても構わん。ありがとうございます、ベガ様。必ずやご期待に添えられるようにいたします。ところで例の男は見つかったか？まだ見つかりません。このサガットを倒したほどの男をどうして見つけられないのだ？各国のファイターの情報を追わせてはいるのですが、それにしてもリュウという男、本当にコンピューターが記録したほどの格闘能力を持っているのでしょうか？
どんな格闘家でも潜在格闘能力の数値は2000が限度だと思うのですが、3600もの数値はとても信じられません。とにかく一日でも早く理由を探し出すのだ。ヒマラヤの奥でも何でも細胞を飛ばせ。拳の先に何を見ているのだ。飯を食う前に谷へ水汲みに行くぞ。はい。この野郎、なんでもっと打ってこねんだよ。手加減してんのかお前。おら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 。この野郎、手加減なんかするわけねえだろ。お前ってやつは本当にわからねえやつだな。おら。つや。まあいいか。いつか俺とお前が本気で戦わなきゃならない時がやってくるだろうからな。遅くなってごめん。剣が遅れてくるなんて珍しいわね。試合の相手が結構しぶといやつでさ、予定より少し手間取っちゃった。で、どうだったの？もちろん。またタイトルが一つ増えたってわけだ。
まあな。いや、フェイロン。何かあったのか。余興だよ、余興。余興？何？客の若い男が今、リングに引っ張り出されてるとこだ。俺は何も言ってない。お前が試合を見ながらブツブツ言ってんの聞いてんだよ。ケチつけるなら強いんだろ。面白そうだな。あんたも大スターのくせして、こんな罵声のファイトが好きだね。あの男、結構やれそうだ。え？ガキが。クール、ウラウラ、レイ。見せてくれるじゃねえか。今度は俺が挑戦させてもらうぜ。お前、なかなかの格闘家のようだな。名前は？俺の名前は龍。旅をしているだけの日本人だ。戦うつもりはない。
Thank you.